はい、ヨッシーです。今回はですね、PS ビータのアナログスティックカバーですね。これを Amazon で購入しました。で、Amazon で購入したはずなんですけども、チャイナポストから届いたみたいな感じですね。結構こういうのありますよね。で、こういうの届くとあれですよね、 Amazon じゃなくてアリエクスプレスで買えばよかったかなみたいな感じになっちゃいますよね。しかも2週間ぐらいかかりました、家に届くまで。まあ、保証関係が Amazon がしてくれるから、申請しやすいっていうのはあるかもしれないですけども、ちょっとあれですよね、残念ですよね。確かでも、まあそんなに高くもなかったので500円ぐらいで買ったと思うので、まあ、そんなに文句も言えないんですけども、まあちょっとアリエクスプレスで買ったらもうちょっと安かったと思います。こんな感じでですね、パターンが一個一個違うんですよね。これは渦巻き状、これは四隅にポッチがあって、これはバッテン印があるみたいな、同じパターンが一個もないんですよね。全部違うみたいな、これは細かいポツポツみたいな感じで、こんな感じでなんですけども、Amazon で買った時のレビュー見たんですけども、ちょっとまあ賛否両論だったんですよね。で、何が賛否両論かって、はまりづらいとかっていう意見だったんですよ。まああれですね、結構ピチピチですね、これピチピチですね。あ、で、これアナログスティック買ったっていうのが、アリエクスで買ったアナログスティックがですね、わかりますかね、これわずかな期間でこれ剥がれてきちゃったんですよ。なので購入して、まあ動作的には問題ないので、まあこのめくれもうあれですよ、もうちょっと使ったら全部剥がれちゃうみたいな感じだと思うので、ちょっとこれを補う意味でちょっと買いました。こっちの方は純正のままですね。こんな感じで、使っててもそんなに削りはしないんですけど、でも純正のやつも結局使ってるとこうあれです、削れていくんですかね。で、どん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 削れていって、手垢がたまるようになってきちゃうので、された方がいいのかなとは思いますね。アナログスティックは。で、これちょっとはめたいんですけども、なんかかなりきついとかっていう話でですね、ちょっとそれをはめて、レビューしたいと思います。どのパターンではめりゃいいのかな。これどれだ、これとこれがいいのかな。このポッチとこの矢印のやつですね、これをこっちの方に青いやつ2000の方にちょっとはめてみたいと思います。これ多分ですね、結構ピチピチって評判で、あれだったので、ちょっと精密ドライバーのマイナスとかちょっとはめながらちょっとやってみたいと思います。ですね、なんか大変っていう評判だったんですけども、なんかはめてみたら簡単にはまっちゃいましたね。これ上からこうやってこんな感じで普通にはまってちゃいますね。ちょっとまだあれなんですけども、これういういういってちょっとうにょうにょやれば全然あれですね、はまりますね。こんな感じでどうでしょうか。特に問題なくはまりますよね。ちょっともう一台の方もやってみたいと思います。こっちはどのパターン、こっちはこのポチポチと、丸渦巻き状のやつやってみたいと思います。まあちょっと
狭いっちゃ狭いからやりづらいっていうのあるかもしれないですけども、まあレビューでかなり酷評されてたんですけども、普通にはまりますね。でこっちも同じくやってみたいと思います。なんかセミドライバーとか使わないと入れづらいのかなとかと思ったんですけども、別に普通にはまっちゃいました。もしかしたら改良したのかもしれないですけどね。もうこんな感じで、はまりましたね。まあ、操作感とかどうなんですかね。まだなんかこれ途中の状態だったから、 ゲームが途中だったから、あ、いいですね、いいですね、ちゃんと止まってくれますし、操作感もいいですね。結構値段や500円ぐらいだと思うんですよね。にして、6個もついてきて、ちゃんとアナログスティックも守ってくれるので、割といい買い物だったんじゃないですかね。これはこんな感じでですね、2台ともちょっと交換してみました。問題なく、使える感じなので、これはいいんじゃないですかね。アリクスプレスで購入して、アマゾンで購入して、アリクスプレスと同じ感じで届いたんですけども、割と使えるかなみたいな感じですね。今日はですね、こんな感じで、アマゾンで購入した、アナログスティックの、ちょっと評価といいますか、動作確認。してみました。今後もですね、こんな感じでゲーム関係の購入品ですとか、そういったものを、紹介していきたいと思っております。もしよろしかったら、また見に来てください。ではまた。